北周愛は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。通称は朱名。南部氏の家臣。北新愛の子として誕生。兄に、愛一、弟に、自活に、真中に、愛久がいる。妻は、南部春政の御女、二千国を領した。天正十八年の野平正美の乱では、一個女が九個方についたことを、いち早く南部方へ報告し、 一個で牢城して、援軍を待った。この最中に流れ玉により負傷し、戦死したとの虚偽の流言を行ったという。ただし、一個調子下では生存したか負傷と疑問を、呈している。九個合戦、牢城の孔で、花巻城代に就任、加造され八戦国を領する。慶長三年に、鉄砲症が悪化し死亡する。ただし、岩手県市、第三巻の北手系図では、 寛永二十年死去とある。終愛の死後、花巻城代は父、親愛が継いだが、親愛の死により、花巻城代の北氏は断絶した。なお、終愛の名跡は、兄の愛一が、独自の所領を持っていたため、弟の直次が二千国で相続した。終愛の死君、南部信直が、ではの安藤愛貴と講和を結んだ際、娘を、 愛機の弟、忠二郎秀高へと継がせた。しかし、秀高が、天正十五年に病死し子供もなかったため、実家の三戸へ、戻され、檜山御前と称されて、現奈六年まで生きた。奥南落ち募集によれば、この女性は、信直の娘ではなく、実は、衆愛の娘であったという、ありがとうございます。